こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日はデビエーションファームウェア搭載の小型送信機ジャンパー T8SG ライトをフルプロトコル化に改造するチップスをお送りします。ジャンパー T8SG ライトはデビエーション機の中で最も小さい送信機で、搭載 RF チップを一つに限定し、スティックジンバルをジョイスティックパーツにした割り切りで小型化と低価格を実現したローエンド機。タイニーフープと一緒に持ち歩くにはこのライトな感じが好ましいのと、娘の小さな手でもスティックをしっかり倒しきれるその小さなサイズがとても良いです。しかしトイラジ系でよく使われるフライスカイや MJX といったプロトコルが利用できないので、RF チップを追加で導入しようと思いますが、全プロトコルを動作させるには4つのチップが必要で、ちょっと改造が面倒。そんな面倒くさがり屋さんのお助けアイテムが、4-in-1 RF モジュール。その名の通り、4つのチップが搭載されています。今回の改造では搭載されている RF チップ基板の代わりにこのモジュールを取り付けます。今映像内で外しているのが RF チップの乗った基板です。今回搭載するこの RF モジュールは CC2500NRF2UNL01A7105CYRF6936 の4チップと、電源整流回路、アンプが搭載された優れものです。唯一の欠点は、ちょっと高価なところ。送信機本体とほとんど同じ価格なのです。さて、このモジュールへの作業ですが、最初に行うのは接続ピンのプラパーツを外すことです。細いマイナスドライバーなどを使って上手に取り外してください。次に接続ピンを抜きます。ハンダごてで温めながら、ラジオペンチやピンセットで裏から引き抜いてください。そしたら、ピンが刺さっていたピンホールを開けるべく、吸い取り線を使って、ホールに残るハンダを除去します。綺麗になりました。さて、ここらで今回の配線図を確認しましょう。手書きで恐縮です。左側がモジュールの接続ピン、右が送信機基板のコネクタピンです。どちらも向かって上方向を配線図での上としています。ではモジュールをハンダ付けしていきましょう。接続するのは10本なので、今回は10芯の集合線を使います。長さは7センチにしました。ただし後で電源線だけ10センチに変えています。リード線はそれぞれ皮を剥いてハンダで目利きしておきましょう。
それでは、モジュールのピンホールにハンダ付けしていきます。こんな感じで、モジュールピンへのリード線ハンダ付け完了。では、モジュールを送信機コネクタの足にハンダ付けしましょう。ちなみに、配線図はこうです。隣接する足にブリッジや短絡をしないように注意しながらハンダ付けしてください。最後に白いリードの電源 V もバッテリー線が接続するパワートランジスタの足にハンダ付けします。これでハンダ付けは終了。次に RF モジュールの固定を行います。モジュールの固定は、もともと RF チップ基板を止めていたビス穴を使って行います。RF モジュールにある4つの穴の一番左上の穴を使いますが、ビス1本だけの固定では不安なので、送信機ボディ側を加工して、モジュールが送信機内で暴れないようにします。ちょっとマジックペンでマーキング。モジュール基板が差し込めるように丁寧に切り取ります。一度に切り取るとひびが走って割れてしまうので、少しずつ細かく切っていきます。こんな感じでいいでしょう。ビスで止めれば、モジュールの固定は完了です。次はアンテナ線を取り付けましょう。元の RF 基板のタイラップを外し、IPEX コネクタを抜きます。この IPEX コネクタは差し込むだけの簡単さですが、その分保持力は弱いため、タイラップで補助固定したいところ。しかし、アンテナスリーブが裏蓋に固定される構造なので、タイラップ止めでは、蓋の開け閉めが面倒になる。というわけで、裏蓋のスリーブホルダを加工して、細いアンテナ線部分だけを通せるようにします。ホルダの根元をカットし、アンテナ線だけが通れる1ミリ幅のスリットを用意し、スリーブを収めつつ、裏蓋の開閉時には取り外しが容易という良得な構造。なお、刃物の取り扱いには十分にご注意ください。
レーブホルダ加工が完了。ではモジュールにアンテナ線を取り付けていきます。このままでは抜けてしまう可能性があるので、タイラップで補助固定。モジュールへのアンテナ線取り付け完了。では、裏蓋を閉じましょう。とりあえず、モジュールエラーもなく、初回起動成功。さて、次はデビエーションファームウェアのアップデートを行いますが、他のジャンパー送信機とは違い、本機だけは特定のスイッチがオンでないと STM デバイスとして認識しないという罠があります。エグジットキーを押しながら電源を投入し、BFU モードにして、PC に USB 接続しても認識しない場合は、右ショルダのスイッチがオフ状態なため、映像の PC 画面はデバイスマネージャの STM デバイスをウォッチしていますが、認識していません。ここで、右ショルダのスイッチをオンにすると、デバイスとして認識されます。Windows にデバイスとして認識されて初めて BFU アップグレードツールが使えますので、アップグレードができないときはデバイスとして認識されているか確認してみてください。というわけで最初からまずは BFU モードで起動します。USB ケーブルで PC と接続します。この時、BFU アップグレードツールにデバイス名が表示されない場合は認識されていないので、右ショルダーのスイッチを下ろします。するとデバイスが認識されますので、ファームウェアのアップグレード作業に進めます。今回、私がダウンロードしておいたのは、T8SG 用のナイトリービルドです。もしかしたら、V2 用のファームウェアも動作するかもしれませんので、動いたら動作報告をコメント欄にお願いいたします。アップグレード成功。あとは当該バージョンのリソースファイルを送信機にコピーします。コピー完了。最後にハードウェアにファイルの各 RF チップ項目のリマークを取り除いて有効化。これで
すべての作業が完了しました。全プロトコルが選択可能になったかを確認します。これで一番小さなデビエーション機がフルプロトコル化できました。